はい、それではの定例の会見を始めます。今日参議院衆議院と予算委員会の集中審議が行われまして、参議院が私も質問に立ちましたので、ちょっとそこの話をお待ちしたいと思いますが、加計学園の問題、それから森友法の問題、この2つを取り上げましたが、加計の問題について言うと、2月25日に総理と加計理事長が会っている、これを総理が否定するのみならず、加計学園も否定し、なおかつ、愛媛県との面談の際に会ってもいないのに、会ったというふうに言って、誤った情報を与えたと、ちょっと驚天動地というか、信じられない、想像を絶する言い訳を始めたわけで、この問題について取り上げました。安倍首相自身は加計幸太郎さんという人が自分の地位を安倍氏の地位を利用して何かを成し遂げようとしたことはただの一つもなかったと言ったわけで、そういう点で言えば、もしもその加計学園側が安倍首相の名前を持ち出して、それを利用してこのちょっと窮地に陥っていた獣医学院の進出を有利に運ぼうと考えたとしたら、まさにこれはカンカンになって起こらなければいけないはずの事案があるんですね。で、愛媛県の事例は起こっているわけですが、全く起こってない。どういうことかと言ったらば、私はいつも平成年としている、これまたちょっと言っ飛んでしまうよ。いつもいつも逆上しているように私には思うんですが、結局ですね、説明がつかないわけですね、この点についても。それからさまざまな時系列で並べてみると、どう考えても説明がつかないのは、2月の段階で今治氏に対して総理と加計学園との面談が予定されているというふうに言っているわけで、架空のものを予定しているという、ちょっとなんだかよくもう全く理解できない展開になるわけですね。それから面談した際にいろんなことをやっているわけですよ。そこで指示が出て、で資料提出の指示があったということであるとか、あるいはその面談の場に加計学園が提出した資料をもとに文部科学省が、アンケートのようなことを始めているということも書いてあるわけで、全てこれが成り立たなくなるわけで、これ全く説明つかないではないかというふうに言ったらば、要するにコメントしないも一点張りで、反証もされないということである。で、結局伝聞だ伝聞だというふうに逃げていくんであれば、これは本人の話を聞くしかないではないかということになっていた。で、やっぱりどう考えてもこの経過はですね、その安倍首相の関わりだけをみんなが否定をしている。で、安倍首相との面談がなければ成り立たないようなストーリーになっている。で、そういう点でいうと、とにかくみんなが首相をかばうために、首相がこのことを知らなかったという、ことを描き出すがために、霞が関の官僚が、そして加計学園までもが嘘をつき始めているという、非常に異常な事態になっているわけで、もうこういうことはやめるべきだということではない。全体としてはもう安倍首相の言っていることに、ほとんど理がないということは、普通の論理的な考え方ができる人であれば十分に分かる経過ではないかなというふうに思いました。いよいよもう内閣総辞職しかないというふうに思います。さらに森友の問題については、今日新たな問題として、昨年9月7日に、国土交通省の海老名航空局長と、それから理財局の太田局長らが、意見交換を交わしていた。表題は航空局長と理財局長の意見交換概要という文章です。で、これ私も入手をして、その中にある問題としては、一つはやっぱり会計検査院の対応として、ゴミの総額を報告書から消す、そして、金額ではなくて少なくともトン数にしてくれと。で、まさに報告書はその通りになっているわけですね。それからそのために、官邸も回って、工作をしようと、寺岡光弘官房長官秘書官を通じて官房長官への対応をするのが基本だということも書かれているし、国会の対応について言うと、
まあ、ここが 私は非常にやっぱり重大だと思ってるんですけども、決裁文書についてないものは出せないが、これまでもある程度出してきており、個人的には出せるものはできるだけ出した方がいいと思う。ただし政権との関係でデメリットも考えながら対応する必要があるということで、政権にとって都合の悪い資料は出さないということを言ってるわけでね、まあ、実際そうなってるわけです、この間の経過もね。でそれをその財務省と国交省の局長同士でそういうやり取りをしているというのは、これは極めて衝撃的なことであって、これは徹底的にやはり政府として調査をするべきだというふうに思います。あとは稲田隆二弁護士、とそれから稲田朋美政調会長の関係についても、こうなんで黒塗りをしなければいけないのかということについて、なんだか総理は私もなぜしているのかわからないというですね、いうようなことを言っておられましたけれども、隠す理由がないじゃないですか。じゃあなんで黒塗りにしたのかっていうことであって、まあ、結局政治家との関わりは全部隠すということをやってきていることが、こういったところにも出ているのかなというふうに思いました。で、総理は国会の中でその文書の改ざんとか、あるいは交渉記録の破棄の指示をしたことについて遺憾であるというようなことを他人事のように繰り返していますけれども、まさに総理の関与を隠すがために、公的文書の改ざんが行われ、そして虚偽答弁が行われ、その虚偽答弁に合わせるがために交渉記録の廃棄が指示されたわけですから、全ての原因は総理にあるわけで、人事のように何かその遺憾であるとか言ってる場合じゃないということではないかなと思います。総理がやっぱりこの問題でも責任を取らなければいけないと思います。まあ、いずれにしてもちょっと党首討論も今後ございますので、やっぱりさらにこの問題については追及をしていくことになるかと思います。それと合わせてそういう中で明日衆議院本会議で、働かせ方大改悪法案の本会議採決が強行されようとしていることは極めて重大でありまして、今野党の国会対策委員長が会議を開き、議長に対して明日の開会のベルを押すなという申し入れをやっております。まあ、野党結束してこの問題に当たっていきたいというふうに思います。私からは以上です。はい、ご質問あれば。はい、先ほど市民連合との意見交換で、はいはい、確認した事項をご紹介ください。まあ、確認というか、まあ、ある意味は久しぶりというか12月以来の意見交換ということで、意見交換したこと自体に非常に意味があるのではないかなというふうに思います。で全体としてはやはりこの間国会の中で国会の戦いをめぐって野党共闘非常に進んできているということもお互いに確認をして、院内での野党の決起集会がこれ間7回、それから院内での合同ヒアリングが93回で、先日有楽町の駅前で、幹事長、支局長での合同外選があり、昨日は新潟の県知事選挙で国会対策委員長の合同外選もありということで、非常に進んできている。それから、法案についてもカジノ廃止法であるとか、あるいは共謀罪の廃止法、それから農業関係のさまざまな法案、生活保護法の改正案、予算の組み替え動議等々ですね、原発ゼロ法案もですね、でそういった法案を出してきているということで、そういう野党共闘を進んできていると。でさらにやっぱり方向としては、最後に山口二郎、氏がまとめでおっしゃった中で言うと、やはりその新潟の県知事選挙はこれ非常に大事ですよねということで、これに勝利をするために力を合わせましょうということと、それから政策協議をやはりそのオルタナティブというか、安倍政権ではない選択肢を示すという点では、野党間で政策の協議をやっぱり深めていくことは重要ではないというようなことで、全体認識は一致したのではないかなというふうに思っています。当面6月4日に、夕方新宿かな、市民連合の合同の街頭宣伝をやるということと、6月10日に国会前で大集会をやるというようなことが定期化されて、各党参加をしていこうという呼びかけがありました。
はい、野党共闘で先ほどの市民連合の憲法下の国民民主党は賛成と、で先ほどの国対委員長の申し入れにも国民民主のデミーさんがいらっしゃらなかったということなんですけど、そのあたりどのように見られてますでしょうか。まあ、いろいろとそれぞれ事情があるんじゃないでしょうか。まあ、市民連合の方は今までは市民連合の方が、まあ、国民民主党というか、まあ、希望の党の時にはやはり総選挙の時の野党共闘に対する対応の問題があったんで、市民連合の方から声をかけることはしなかったんですけど、今回は、まあ、市民連合の議論されて声はかけたと。ただ、まあ、国民民主党についてはの国民民主党の方はその市民連合との関係について検討しているので、今日は参加しないということだったようで、別に一切来ないというわけではないようですから、しっかり見守りたいなと思います。はい、今からその、はい、新潟の県知事選大事だという話だったんですけど、はい、参院選でその候補者調整してほしいとか、そういうような意見は交換等はあったでしょうか。そういう議論は今日はしてません。まあ、私の方からはやはりその新潟県知事選挙に勝利するために今力全体が、ね、結束をしていると。で1年後には参議院選挙もあるわけだから、まあ、やっぱり政策の議論は今からやる必要があるんじゃないかということは提起はいたしました。で社民党さんなんかもそういう趣旨の発言をされていたかなと思いますが、全体としてはそういう議論というより当面の国会対応問題で結束してということが中心の今日は設定だったんで、そこまで全体は議論はしてません。別に否定する意見も出てません。はい、それとすみません、話題変わりますけど、今日の予算委員会で、はい、質問の時はその入手したという紙なんですけれども、はいはい、どういう性質なのかというと、これまで森友関係いろいろと資料を提供いただいてますが、はい、提供いただければなという、はい、これね、提供できればいいんですが、これは提供者との関係があるので、ご提示することはできませんが、まあ、中身は我々確証を持って今日も国会で取り上げているわけです。でよく提供者ともお話をした上で、確かなものだと確認した上で国会では提出をしています。提出というか口頭ですけどね、紹介をしています。で政府の側にある文書ですから、これは政府が調査をして提出をするべき性格の問題だと思います。政府にこの文書の提出を求めるということで、まあ、今日の委員会でも参議院の予算委員会に対してこの文書を提出するように予算委員長にも求めましたし、政府安倍首相に対しても徹底的な調査を求めましたので、その結果を待ちたいというふうに思います。はい、その文書とは別の江原弁護士の名前が出ていた文書についてなんですが、はい、そこが黒塗りになってたということなんですが、はい、そこが黒塗りじゃなくなっている文書、バージョンの文書というのを提供いただくと、はい、それはもう配っているはずです。辰巳孝太郎参議院議員の部屋で お求めいただければ渡します。はい、広報局と理財局なんですけど、どちらの局は着任間もなくて情報交換だというふうにおっしゃっていて、その情報交換と言っていることへの説明と、あと統計検査院、これ午後の宮本さんの時の質疑で、その統計検査院に事前に文書を見せてもらって直接したんじゃないかというようなやり取り、そこについては太田さんはそういう通告がないから答えられないという、ちょっとやや混乱してたんですけれども、そこについてはその会計検査院に事前に見せてもらうんだと、どういうふうに捉えたらいいのか。まずはその会計検査院との関係でいうと、やっぱそういう経過でなければ出せないような話し合いではないかなというふうに思います。それから初めて会ってなんか着任のご挨拶、そういうレベルの話じゃないですよね。かなり突っ込んだ話し合いされてますから、まあ総務課長も陪席してやってますから、まあ、かなりそんな新任のご挨拶というようなものではない、かなり内容に踏み込んだ話し合いだというふうに読み取れます。意見交換概要、4人の名前が出てきて、
はい、それ以外にも同席した方というのはいらっしゃるんでしょうか。いや、その4人だけです。4人だけ、はい、経済側が板掛けではないですか。それはないですね。はいはいはい、理財局長と航空局長とそれぞれの総務課長、理財局と航空局の総務課長です。よろしいですか。はい、毎日新聞影山と言います。昨日、この週末に毎日新聞で世論調査やっていて、安倍内閣の支持率が 38% と、各社の先週から今週にかけて世論調査やっていて、おおむね、横ばいという数字になっておりまして、いろんなこれだけその少女が連発しているにもかかわらず引き続き横ばいだと、これいろんな要因を言う方がいらっしゃって、その安倍さんに代わる人がなかなか自民党にいないというのと、あと同時にその野党側がその野党側にこうまだこう政権を託すとですね、変わって変わるというところまでまだ期待がいっていないという評価もあると思うんですけども、こういう見方についてはどうご覧になっていらっしゃいますか。今の議論というのは、なんか政権をめぐるというよりは、やはりそのこの異常な政治どうするのかというレベルなんで、その野党の政権云々ということではないんじゃないかなというふうに思いますね。でやっぱり基本は低迷という横ばいというけれども、この間のトレンドで言えば明らかに下がって、でそれが全く浮上しなくなっている状況だというふうに思いますので、なんかその横ばいというよりは、基本的には大きなトレンドとしてはもう低迷というか低下というトレンドであることは間違いないというふうに思います。野党がやはりその結束して、やっぱりこういうあり方に対して戦っていく姿がもっと伝わっていけばもっと下がるというふうに思います。それでいうと、これ局長さん、どなたか他の野党の幹部からおっしゃった一旦その落ちた支持というのは、一旦その無党派に支持率なしにいて、そこからもし野党の支持率が上がるとして、その一旦無党派に行った後にこう野党に来るっていうことをどなたか分析されてた方もいるんですけど、まだなかなかその共産党さんも含めて今のところ各野党さん、横ばいです。これについてはどうご覧になっていらっしゃいますか。そこのところはむしろそのやっぱりその今の安倍政治に代わる政治の姿を示すっていうことが十分できてないっていう面があるのかもしれない。それは政策的なものもあるし、やっぱり野党が結束しているっていう、国会の中での共闘は結束してこの間やられているんだけど、やっぱりその次の参議院選挙に向けた大きなこう選挙協力の流れみたいなことがね、まだできてないということはあるのかもしれませんね。だそういう意味でも今日市民連合がああいう場を作ってくれて議論が始まったことは非常に大きいし、やはり野党が選挙においても、来るべき参議院選挙においても結束して戦うという姿が示されていけば、無党派に行った人たちが今度は野党に来るという流れができるんじゃないかなと、そういう流れができるように頑張りたいと思います。QT なんですけども、30日の QT があって6分ですけども、共産党としてどのようなことをこうするの。そんなの私に聞かれても C さんが万全の準備をして臨んでおりますので、乞うご期待ということで、よろしいですか。はい、終わります。